3分40秒前です。ありがとうございます。せーの、ラジカセ。昨日決まったこのボートレース生配信なんですけれども、はい、ボートレースチケットショップ宮城さんの方から管理人さんとPちゃんが参加していただいて、はい、あ、会なんだ、はい、今日会のテイストで行く。今日会さんです。あ、管理人さんどうしよう。じゃあ永田さん、永田さんいるから、いるから、いるから、いるちゃんといるのよ。今回なんですけれども、今 BTS 宮城さんの方でキャンペーンを、うん、やられてるということで、急遽ね、その告知も合わせて生配信をしてるわけなんですけれども、そのキャンペーンのご説明を管理人さんの方からお願いしてよろしいでしょうか。 BTS 宮城13周年記念ということで、キャッシュレスでご購入の金額に対して 13% のキャッシュバックを行っております。通常このキャッシュレスポイントって100円購入したときに 0.5 ポイントがつくっていうシステムなんですけどね、それが今日最終日なんですけど、100円で13ポイント。いやいや、13ポイントはね、26倍、26倍、引き上がっちゃってる。26倍なんだ。まあ、簡単に言うと1000円かけたときに130円分のポイントが戻ってきますよ、はいはい、いや、すごいっすね。すごいな、それは。今日が重要なんですね。今日までなんですね、はい、ただまあ今後もやっていくみたいな。そう、今後も似たような企画をやっていくので、はい、この 13% の還元の攻略法を今日坂口さんがしに来てくれたと。攻略法があるんですか。なるほど。ボートレースのチャンネルさんに来た私が、はい、その真髄を教える企画を。そうそうそう、なるほど。丸亀7レースから丸亀7レースからやっていきましょう、はい、今回ポイント分がプラスになるよっていうところを、はい、からいくとかくれんぷくって15分の3で当たるっていう、当たりやすく、当たりやすいところなんで、そこを狙いつつ、うん、今日3連単もそれぞれ買っていくっていう買い方ですよね、うん、そうですね。初っ端なんでインスピレーションで言ったら、インスピレーション、まあ坂口さんに13でを信用して。13でいいっすか。いいですよ。本当に大丈夫、うん、いいですね。全然いいです。保険かけて、保険かけてる。プレッシャーかかんないよ。6番です。さあ13、13、あ、でもちょっとやばい、やってません。4、いやいやいや、4、4、そして4、5、3、5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 、丸岡が優勢となっています。スタートは正常、一周目は先頭1号艇平尾、2番手続いたのは2号艇加藤が3、お、3、入ってんじゃないこれ。いや、丸岡本当です。上位2艇は1番手、なんとか耐えてます、なんとか耐えてます。エースは2周目になっています。今1、2、3ですね。先頭は1号艇平尾、2番手からは2号艇加藤が、そして3番手3号艇丸岡、外5号艇、さらに内側からでも5だったら当たるんじゃないの。3番手3号艇丸岡が優勢、1、2、5だったら僕が当たります。1、2、3も当たります。え、番体制です。123も当たる。123もあります。このままでいいっすね。かくれんぷくは2番手からは2号艇片岡、そして3番手3号艇丸岡の内側鋭くついた5号艇山本、選手1番2番3番手3号艇丸岡、ここは5号艇山本、いい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 で何にかけてるか、かくれんぷくがいくらついてるかですよね。でも私1、3、あ、そうか、1、3でいいのか。そう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 、かくれんぷくも当たってるし、両方当たってる、これ最高の、最高の、おら当たってるやん。これ1、3じゃないといけないと思ってた。いや、1、2、3でこれいいんだよね。落とす3着に3がいいです。え、ってことは1、2、3着に今だから3連単とかくれんぷく当たったこと。はい、両方やば。で、ポイントもつくの。ポイントもつきます。沢口、はい、当たったけど、はい、ポイントつくらしいよ。やったー。え、しかも13っしょ。やったこれ今当たったじゃん、はい、ポイントつく。おお、やったー。聞きました皆さん、今ポイントつくみたいですよ。当たったのに。そうそうそう、当たってるじゃん、はい、だからまあ普通に戻ってくるんだけど、はい、ポイントつくらしい。やったやった13が120円、1.2倍。
3万6000円。 1.2倍。 いや全然全然、その分がだってポイントで補えます。いやちょうどチャラぐらいだ、払い戻してチャラぐらいなのよ、はい、だけどポイント使わせる。やったー。なんで普通に言っても1万2000円のプラスなんですけど、さらにポイントが、さらにポイントが5330円。うわ5300円。いや強いな。強っ。俺は強い。強いな。そのポイントでまたいけるわけですか、ね、そのポイントでまたいけます。これですよ皆さん、かけ方これです。かくれんぷくと三連単、ね、合わせていきましょうよ。これはこれ必勝法なんだよ、はい、必勝法っすよこれ、ね、全部いけば。チャンネル登録お願いします。156回目、はい、私三連単の方125152、うん、ですかね。で2354123341。すごいね。そう、はい、ジャンピー、まず各2人で、はい、2人のかくれんぷくが、13です。これは3万円かけてて、基本的に1頭で2着が23、あとは2345で124だと、315だけ1000円で、あとは2000円でかけてます。もうポイントは6500円分。おー、さらに。なんでなんで、まだ当たるかもしんないよ。当たるかもしんないよ、うん、まあまあまあそうなんですけど、うん、このポイントの旨味ってもうそこじゃないですか。もうすでに6500円持ってる状態です。今ついてんの実は、うん、レース始まってないんですけど、うん、ついちゃった。ついてんの。ついちゃったよ。ついてんのこれポイント。そう、すごっ。ついちゃってるんですよ。競争新入り、とりあえず13は出てほしい。4番5番6番です。いや大丈夫、伸び返してる、伸び返してる。いいよ。スタートしました。13はこれいけそうですね。そうですね、いいスタート来てます。いい感じ。2がまくった。あえてのここは直まくり。おお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 外からは2号艇、でも3連単の方はどうですか。13っぽいです。13、2っぽいですね。今B ちゃんが当たる。13、2だ。13、2ある。 B ちゃん、おお、13、5もある。5もある。3番手に森屋、2番手最内からは5号艇、2だ。よし、2、2並び。これはいい。3番、2が体勢です。で5でもまあ、4番手から追走は5号艇佐藤、5の方がいいの。確かに、5号艇と続いてレースは2周目です。もう隠れ馬だって。ああ、もう隠れ馬。1番、3番、1号艇ボリア、これ2000円。そして2番手からは続号艇赤いは5、切り込んできた5号艇。まだある、まだある。ああ、いいよ。だってもう13は隠れでももらってるから、あと3連単で高い方がすれば。レースは最終周回です。上位艇はもう一差し、もう一差し、いけ5号艇、届かない。3番、2番、先頭、素晴らしい。だって13がもう当たってます。2、3、素晴らしい。めちゃめちゃ調子いいよ。めっちゃいい。めちゃめちゃ調子いい。こんな調子のいい配信ある？あ、かくれんぷく見ました。120円。ってことは、さっきと一緒なんで、36,000円、8300円勝ちですね、今のレースはね、普通に。でも、もうトロフリー全部俺に集まる。いくら投資したんですけど、5万円分の 13%、はい、6500ポイントついてます。怖い。3連単、1、2、33、4、1頭の方ですねと、3頭で、3、1、4、1、2、4と各2000円買っております。はい、まあ、1、3がね、連服だとちょっと 1. 点何倍とかになりそうだというところで、永田さん買い追加で、1、3を2連単で1万円買っております。ピーちゃんの方は、はい、まず2人の各連服が1、3ですね。これが3万円で、基本的に1頭で1、3、5、2、3、4、5、2000円
じゃあ132だけ1000円買って、坂口さんが3頭結構多かったんで、かけてない315に一応1000円だけかけました。バランスね、はい、2人でバランス、はい、はい。3連単じゃないとちょっと3連単の方がきついかな。逃げたっぽい。スタートしました。よし1号艇シーカー、そして4コース5コースも高台ビング1番です。逃げる1号艇シーカー、2号艇松井さんの足がいい。松井の飛び出し向上目に入ります。先頭争いここは3号艇センターから家へ覗くのは3号艇松井茂、外から1号艇シーカー、2連単隠れはそうですよね。5号艇の9レース、今のところ一周に先頭を取るのは3号艇松井、1号艇椎名外前、内側から6号艇関、はい、ホームに帰ってまずは先頭3号艇松井がリード、そして2番手は1号艇椎名、あります。3番手は2号艇川野となっています。目下のところ3番1番2番でレースは2周目に入っています。3連単があります。先頭は3号艇松井、2番手内側から2号艇川野の接近も、1号艇椎名の2番手、そして差し込んできた4号艇6号艇、3番手争いが3手の攻防に変わります。外から2号艇川野、内側から6号艇君島、真ん中に4号艇岡瀬となっています。316はない、314だった。316やばい。12艇は3番1番、3番手争い左右内から6号艇君島、握った2号艇川野、そして4号艇岡瀬、3番手争いですが、外わずかに2000円の手差しをかけてくる。おい、さらには内々4号艇を稼い、レースは頼む頼む、これは先頭3号艇松井、2番手1号艇が注目、3番手センターから6号艇君島、いけるいけるいける、あーいける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 、内側からわずかに2号艇川野の接近、3番1番2番、しかし外から6号艇君島がぴったりマーク。最終コーナーです。先頭は3号艇松井、外からは1号艇椎名、3番でも大丈夫だ、いい先頭で、2号艇川野の優勢、先頭は3番松井ゴール、2着1番椎名ゴール2、隠れもやってますしね。やば。坂口さんの312、はい、2000円、でけー。何食べさせてもらえるんだろう。今の当たったからもうポイントはつかないんですよ。ああ、そっか。それが、うん、それがもうレース走る前から、え、ちょっとね、でも走る前、いやでも17万とかでしょ、うん、もうだってもう、もうね、嬉しいもん、うん、もうありがとう、十分ですよね、うん、なのに勝っても負けても宮城はポイントが、ポイントが 13% 還元されちゃうんです。やったー。私は、3連単12-345と2頭の213、3頭の312、まあ123主軸というかっていうところであるんですけど、ポイントはこの3着に4万を入れていること、と全くレースにならないと、まあ、おっしゃっておりましたが、まあまあわかんないですよ、わからんと、わからないですよ、うん、じゃあピーちゃんが、はい、私はまず2人の各連服が12、3万円、うん、はい、ピーチ頭で235、356、うん、で3頭315、513、1000円ですかけて、513ってもうそれどうなっちゃう、もう希望です、希望、希望、よかったらうちの13周年記念ドライキロ、あ、いいですか、ありがとうございます、 ありがとうございます、食べてる、なんでも美味しい、始まる、ちょっとこうなる、そして男性1号艇、2号艇、そして5号艇、6号艇も高タイミング、しかし
センターはインから1号艇磯部、サス2号艇大谷、しかし、しかし、先頭は1号艇磯部、2番手最内から6号艇浜野はここも接近、かわしていく2号艇、さらには4号艇やばいドラえもんパワー、ドラえもんパワーすごいよ、原田くん。レースは2周2番手、やったいや、すごい18.8なんだ。5号艇、上条が接近もかわす2号艇、大沢、そして振り込んだのは4号艇、白蓮プが大きいもんね。そうですね、1.7 倍ぐらい来ましたよね。1番、すごい障害です。白蓮プ全部当たってる、当たってますね。すげー、必勝法や。先頭以上となっています。3番手、これ直線コース、4号艇、5号艇、5もありますね。5もあります。内側から5もあるんだ。外からは5号艇、上条、後方3号艇、6号艇、早い、めちゃめちゃ。上2艇は1番、2番、3番艇、4号艇、原田か、ここが内側から、外前、ここも5号艇、よし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 、やばい、そのまま、4号艇、5号艇、でも厳しいから、続いて、間もなくゴール、先頭1番、4、ちょっと出てる。2着、2番、大沢、3番、おー、4だ、1、2、4じゃない、これ。うわ、1、2、4じゃない、まあ、どっちでも当たってる。どっちも当たってる。4だ、4だ、2000円、18.8倍。坂口さんの124が、2000円で37,600円。おお、すごい。で今回の 1.5 かくれんぷくの方なんですけど、1に 1.5 倍ついたんで45,000円。おお、すごい。足すと82,600円。82,600円。長田さん計算早い。おー、4連勝中です。やば、開始して全レース当ててると。ポイントがなかったとしても全レースプラスっていう。確かに。ああ、確かに。ガミってない。ガミってない。当たってるからポイント使わない。もうスパン短すぎて。ハズレ券だけよ、ポイントが。払い戻しだってでも得しちゃってるわけですよね。当たり前よ、そんな。何言ってんの。そうでしょ、カレニーさん。え？もう、そうです。私は、3連単1頭256の36とっていうところと、3頭で312613です、確認6頭ですね。まずかくれんぷくが12で3万で、1頭の2着2336と6621はファンの方がコメントでおっしゃってたので、1000円でかけてみました。2番、2番、3番、雑誌4番、5番、6番です。いや、モノマネしたからね、僕。3がね。スタートしました。わずかにスロー勢コースターの1号艇、オーター、2号艇、1の3号艇、島村となっています。逃げる1号艇、オーダーに対して、ここで3だけ抜ければ、あーらららららら。内側から4号艇、高田。バックに入って先頭争いですが、わずかに1号艇、オーダー。4、いや、2、刺さる。2-1じゃない？いや、刺さるかも。外にも射して4号艇、3号艇、3号艇、3号艇。かくれんぷくは当たってるよ。かくれんぷくはある。1号艇太田、外に持ち出して内側、鋭くつく2号艇丸野ですが、1-4な。うわ、4頭だ。4-1 4-1 4-1出てましたもんね。出てたね。1番に2号艇丸野となっています。これ3着2じゃないと絶対。確かに。お願い、かくれんぷくさえ。うわー、いける、いける、いける。ちょっと待って、ちょっと待って、残ってほしい。ちょっと待って、上2艇は4番、1番、3番手争い。ここは握っていた3号艇島村、切り込んできた2号艇丸野。うわー、ハメだ。あー、これはしかもつく単独となっています。4番、1番、3番の体勢でレースは最終周回です。4か、やっぱりなんか最後ちょっと入れときゃ分かったですね。2、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 
で隠れん。隠れん大きいよ。隠れん大きいから。
今日連勝となりそう。先頭は4号艇武田、2番手からは1号艇太田、3番手は3号艇内から、いやー打てないか、厳しいか。先頭4番武田五輪、2着1番モノマネか、モノマネ入っちゃうよ。いくらぐらい、いやこれ結局5万負けたってことか。いやそっか、いや負けた、新しいパターンやもんね。だからこれはもう5万使って5万負け、当たった場合はついてきてたけど、今回外れちゃったから、もうさすがにないよね。ないかないか、ついてきてたんじゃないんですよ。間違ってる。え今までもかけた時点でついてきてます。えこれ、これか。皆様の予想1万円分買うってことね。買います。ぜひ予想してみてください。丸亀の12レースです。バンバリさん123バンバリ、中田さん124バンバリで、僕が213と215に5000円ずつと、ファンの方予想が1万円分ですね。1万円分、はい。2134あと1325は3000円かけて、315に1000円かけます。はい、315来ると思うよ俺。内から1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。固くなるか。いや、4番じゃないですか。大丈夫、スタートしました。大丈夫、あれ大丈夫、そから4号艇、石倉、5コース、5号艇、ブラックになっています。1マーク逃げる1号艇山口に、3号艇藤岡のマークに、そして刺してくる号艇、おー、うまっ、うまい、先頭1号艇山口、2番手ですが2号艇白井優勢も、外から5号艇村上、3号艇藤岡が追走、後方4号艇、なお12レーススタートの成です。1周にマーク、先頭は1号艇山口、2番手です藤岡から6号艇、4号艇相手サットをかわす2号艇、5号艇、いや、あるんじゃない125じゃない、2番手の追ですが5番の体勢で、レースは2周にマークです。76か、先頭は5艇新リード、1号艇山口、2番手追走2号艇白井、3番手に5号艇村上、比較艇ホームに帰って上位3艇は1番、2番、5番、最終周回に入ります。本当よ、本当だ、確かに、からホーム側、これはもう1番、2番、もうだ、ね、5番、先頭1番山口五輪、2着2番白井五輪、3着5番村上五輪、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ファンの方が当たりましたね。いや本当におめでとうございます。ありがとうございます。結果発表、本日の2人の総投資、はい、301,000円、こういったね、こうしました。5万ずつとかだったね。で、払い戻しが、はい、409,500円、はい、プラス108,700円です。おー、すげえ。中田さんのがでかかったですね。確かに17万台ですね。17万台。3万9千ポイントもつくんですか。そうです。なんでこの分また船券が買えると、まあ、これは今日までだったんですけど、似たようなこの、まあ、似たようなものをまた今後宮城さんでもやられるということですので、はい、ぜひボートレースチケットショップ宮城さんのツイッターとかねでのご案内とか、はい、あると思いますので、はい、ぜひフォローしていただいて、ぜひ BTS 宮城さんの方に遊びに行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。いやー